今週は上半身の体操です。姿勢が良くなり二の腕を引き締める効果もあります。足を肩幅に広げ、軽く膝を曲げます。両手は肘を曲げ、脇を締めます。肩が上がらないように気をつけて肩甲骨を寄せましょう。無理のない範囲で行いましょう。息を吐いて1、2、3、4で後ろに手を伸ばします。吸って5、6、7、8で戻しましょう。腰が反らないように注意して背筋を伸ばして行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、肘下だけを動かします。3、2、3、4、5、6、7、8、一度肩の力を抜きましょう。もう一度行います。腕を曲げて、脇を締めて、肘は後ろに。1、2、3、4、5、6、7、8、腕を後ろに上げることで二の腕が引き締まりますよ。3、2、3、4、5、6、7、8、肩に力が入らないように行いましょう。目線は下げないように行いましょう。一度肩の力を抜きましょう。次は少し早く行います。1、2で後ろに、3、4で戻しましょう。それではせーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、繰り返し行いましょう。1、2、3、4、2、2、3、4、肘の位置が変わってませんか？動かしている場所を意識することで運動の効果を上げることができます。毎日少しずつ体を動かしましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。